カブトハナムグリは、昆虫甲甲虫目ネ金虫科に属する、ハナムグリの一グループである。属名である、ラテンオテオドシアの名でも呼ばれる。カブトハナムグリ体長は30から50ミリメートル。オスの成虫は、カブトムシのような、長大な角とカナブンのような金属光沢を合わせ持つ。いわゆるツのカナブンの仲間をはじめ、角を持つ、ハナムグリ赤昆虫は、少なくないが、 頭部だけでなく全胸世にも、しかもカブトムシにも引けを取らないほど、長く伸びる角を持つのは本族のみである。胸角の中央付近に突起が見られ、先端で二股に分かれる。角と背面、足が赤みを帯び、それ以外は金属光沢のある緑。メスには角がない。足が長いのも特徴である。カリマン担当の山岳地帯に生息する。 特徴的な角を持つ彼らだが、成虫の日臭活動や植生、飛翔特性等は、他の多くの花むぐりやかのそれと大差がない、中高生であり、非常によく飛翔する。生息地の産地では、上昇気流、いわゆる吹き上げに乗って、他の様々な昆虫と共に山肌を飛び上ってくる姿が見られる。高木の細い枝先に咲く花に放火し、蜜を吸収する。 長い足は細い枝先を歩くのに都合が良い。幼虫は普及の進んだ朽ち木に見られるが未知の点が多い。飼育も難しく、とりわけ産卵の不活発、不可しない不健全卵の多さから安定した類代繁殖に成功した例は報告されていない。ウィキメディアコモンズには、カブトには株と花に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。